4SPG を始めさせてもらうぜ、グレンデルゾルガー。いいだろう、スプリガン、バンマークライド。はい、バンのホローコアがメアに変更されました。今も完全にもうグレンデルゾルガーっていう風にもうみんな認識してるっぽいけど、ビンゴブラッドとして認識しちゃうとダメだから。はい、あ、ホローコアコレクター。さあ、今を掴み取るために、なんとかなんとかディンゴを助けてあげて。グレンデルゾルガ死。もうタイトルも回収されたな、これで。まあとりあえず今はこいつを倒すことを、じゃあ全力でいきましょう。でも倒しちゃったら消えちゃうんじゃないの。生きてると思ってたのにもう包帯だったってことだからな。それだったらさすがにもう生き返らせることは不可能。じゃあとりあえずやっ倒していくか、ディンゴブラッド。全力でいきましょう。とりあえずコインバレット打とうか。ちょっと待って、俺の心をまず落ち着かせようよ。上げていこう。よし、さあやりますか。じゃあまずコインバレット。呪いぜ、ノーカットでラスボスなのかな。たぶんから多分ノンね、ノーカットでやっていきたいところだが、ガンガン行くぞ。まあ、とりあえず一回、まあ、火力を上げていこう。財閥駆動。はい、自分が、あ、入るよね。オッケー。はい、ジブリューガード。いや、とんでもねえ話だったな。ル・ダラル・ティガ。なめんじゃねえ。まあ、ガードって出たけど、なんか風紀がなんかあったんかな。うわ、なんかいろいろ技で書き換えてきそうな気する。え？あ、栄翔止められた今。マジか。炎よ、我らに息吹。オッケー。いや、これはもう初っ端バン君がさ、好天反射。あ、いや、これもう一戦あるな。だってグレンデルなれないもん。バンがグレンデルならないってことはもう一戦あるってことだよ、これ。この調子でいきましょう。マジか。まあでもとりあえずやるしかないよね。27万でしょ。装填反証は軽く場が高いから、でそれを打ちたいよね。打とうか。上げていこうぜ。はい、うん、バフもバフも3回つか、レベル3 STL アップ、うん、 STR アップ。 OK、 打っちゃおう。はい、容赦はしねえぜ、トクトは。はい、行け。装填反証6万ぐらい、6、7万。うわー、そんなもんか。硬いんだな。うん、じゃあここは防御下げる。クルガ、はい、うん、これ何かって恐怖か。撃てるかな。いや、でもこれ後ろ取るわけにもいかないか。離れちゃうよね。どうしよう。みんなまとめた方がいい気がするんだけど。この調子でいきましょう。いや、恐怖食らってるからな。いや、一旦アニエスのバフも欲しいから。ああ、まあダメだよね。これは通常攻撃。はい、でアニエス、お前はイノセントヒールだ。イノセントヒール悪くね。はい、なんか尻尾でやってんの今あれ。
横のあれか、肩のやつかな。この調子でいきましょう。そしてこれで打てる。はい、クリティカルも入ってるから、まあいやでも硬いなこいつよ。いつでもいける。恐怖対策が必要だったか。全力でいきましょう。まあいけるかな。ダメだよね。そこだ。なんか体感 70% ぐらいの確率で止められる気がするんだよなあれ。ここでカトル、僕に任せて。遅延、アイテムとかももうバンバン使っちゃってていいと思うんだよね。でももう8万減ったか。遅延与えつつ火力も上げられないか。エクスシアレイ、あ、いいねいいねいいね。その程度か。うわ、アラドレイガーラ。おお、これはただの。ねえ、なんとかできるか。え、どういうこと？なにこれ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 ？コマンダ、フィールドバトルになってる。なんだそれ？ゲーム変わった、ゲーム変わった。ちょちょちょ、モンハンみたいになってる。わ、待って、待って待って。シンス登場。うお、なんだこのボス。おいて、え、回復は、あ、痛い。あ、でもできる、できるできるできる。うわ、マジかよ、面白い。うわ、わかんねえ。あ、でもシャードは開けないんだよな。うん、はい、使い慣れたる。はい、あ、くそ、マジか。一気に決めましょう。はい、あ、マジで、これ強制じゃない、やっぱり。畳みかけるぞ。やめんじゃねえ。うわー、待って、今これみんなまとまっときゃよかった。うわ、駆動、駆動解除、駆動解除。待って、一回集まりたい、集まりたい。決めろ。止めれる、止めれるよな。オッケー。ああ、カトル君戻ってきて。ラプラスコードは入るね。よし、ラプラスコード起動。ギルバーラストロ。うわー、オールキャンセルか。やるじゃねえか、盛り上がってきたな。おい、今、うん、大丈夫ね。これはこれはちょっとどうしよう。もう一回ヒールかな。バン君は想定打てるよね。打てるんだけど、ちょっと火力がないから、攻撃アップあるよね、あるけど、もっといい感じのもんないか。上げていこうぜ。いやー、やっぱいいね。やっぱボスはこういうね、ちょっとオーケストラ風じゃないとな。これでいいか。ライク反転食わしてもらうぜ。そらよ。はい、チャンスだ。で、ブーストのチャンスだよ。待って、アーロン君にもちょっと今アイテム使わせたい。この調子でいきましょう。コード、コード送信、展開。アーロンさん、はい。で、アーロンで、あなたはもう一回これかな。はい、で二度掛けしてもらって、助かったぜ。はい、袖発射。続けよ。あ、三度掛けになった。あ、あれ 2上がるんだ。 OK、 はい、いきます。もう一丁。容赦はしねえぜ。さあ、直と味わえ。もう結構下手ぞ。装填反射。うらどう、5万、5万鳴らせ。それだけだ。うぅ、ガーラデック。
ことはそうですよね。頼んだぜ。行くよ。メアにラピス。はい。シルク頼むわ。ワイト自体は行って。ワイト自体はバケやってこないんだな。おい。おお。はいよ。いて。ナイス。で、待って今のうちに回復して。はい。オッケー。はい。あ、危ねえ。雪に当たんなかったな。そろそろ治る？うわっ！うわ、危ねえ。畳みかけよ。大地よ。あれ、当たんなかった？きた！これ回避はできないんだな。できないですか。ルンレッドバラウ。あ、来た。負けないよ。キンケイド。あとは頼んだよ。いいだろう。あ。いや、バリアの方が先だったかこれ。いや、待って今バリアの方が先だったかもしんね。まあいいや。この調子でいきましょう。とりあえずやるしかない。キンケイド。はい。アークドミネーター。終わりだ。よし、オッケー。こちらの番だ。ダニエスも、オッケーオッケーオッケー。待って、だってみんなは まとまろう。で、想定範疇また撃てるね。SL 上がってないけど、これはまたアイテムを使って、撃ちましょう。リンゴー。アボカドバーガー。オッケーオッケー。上げていこうぜ。空よ。はい。行くぜ。魔法攻撃も上がるからこれでいけるっしょ。これでも。容赦はしねえぜ。クラキ力よの方行ってくんねえか。僕と味わえ。よし、三回目。さあ。オッケー。はい、でここでアニエスがガードなんだけど、待って、アーロン君遠いか。ガンガン行くぞ。待て、トワイニング。私にお任せを。コバルトカーテン。よし、コバルトカーテン展開。アーロン様。はい、でこれで駆動解除。ソロンいたします。あとちょっと、でも絶対もう一戦あるよな。え、また、あ、いいの持ってんじゃん、あんた。はい。ここが攻め時か。で、エクシードレイ。でも止める。行くぜ。金剣だ。気にはさせん。クリアリーベルトっぽい技。この機会逃しません。はい、5900。じゃあ、あとこれで終わりだ。いや、でも。取っといた方がいい。ああ、でももう終わらせといた方がいいよな。これで多分いけるよね。あとリンク組めば。スナイプ打って、はい。ああ、ごめん、間違えた。火力足んなかった。あ、いや、でももうこれいける、いけるいけるいける。はい、よし。で、でランク中に、あれ、なんか画面左にずれてね、これで。ん、ああ、何、はい、戻った。まだ終わんないよな、多分な。そうだよな。さあ、バン。ふざけんな、まるで魔王の時みてえな。爆発ダイオンの時。これはシャード障壁でも
メア、来た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 、まとうぜ、来た。ええ、任せなさい。これが最後のグレンデルかな。バシーン。うわあ、いい顔してる。うわ、最後は人間対同士か。いいねいいね。こういう方がなんか熱い。逆にいいね。どうかリンゴさんは、はい、助けてあげて。おお、タイマン。あ、タイマンではない。クリムゾンサーバント。あー、即死のやつ呼ぶか。39万。待って待って、これはここが攻め時かと。これは手を緩めずに行け。待って、これはね、防御ダウン、また後ろ回って防御ダウンを打って、で、いや多分レイガルで終わるよな。ということはクイックブローやって、いつものこのヘイトアップをやって、でこうで、この周りの2体は倒せるはずで、ヘイトもこっち寄せれるはず。はい、さあ蹴りをつけろ。そこだ。この場でもやっぱりこれ聞いたら笑っちゃう。ドア。うん、いいダメージ。カルネージロア。おお、君もまた増えてんだろうからな。加減はいたしません。はい、でここでコバルトカーテンを巻く。はい。コバルト展開。後期だ。まあゼロアツ続いてるな。でもゼロアツ続いてるってことは、待って、上げていこうぜ。あー、どうすっかな。カトル、僕に任せて。ここが攻め時かと。うん、ラフォールって入ってるよね。オッケー、それ。フィナルバーストミス。甘い甘い。フィーバータイムだ。さあ、でアーロン君も火力に、行きたいんだけど、もう一回打つか。今これ二度掛け状態だね。うん、三度掛けにしとこう。これで OK。 さあ、あとはね、バンデクイック、クイック、もう一回ヘイトアップ。あ、いや、ミュレットブラスターも打とうか。こうだね。はい、これがこっちのクリミナルバーストなんかな。 OK、 いいダメージだ。なに、なに、なに、はぁ、うわ、この状況は。うわ、軍駐屯地、まさか2月のあの時まで巻き戻しやがったのか。なにこれ。特定のアーツが有効だ。これ一個一個やってくの。このまま攻めるわよ。マジかよ。うわぁ、すげぇ、すが、すがってなんだ。すげえ、すげえとすごいが混ざった。え、マジかよ。9万。なんだこの演出。今までの奇跡で見たことねえ。いや、あったか。いや、ねえよな。このまま攻めるわよ。え、じゃ、打っちゃ、打っちゃおうぜ。もうエスクラ祭りだよ、こんなん。暗き力へ。青へと帰りやがれ。すげえ、なんだこの演出。装填反射。実はこれ裏になんか助けてもらいたい的なあれが、意図があったりとかするのかな。ロードルタス、ガンガン行くぞ。ロード、うわ、これだとしたらかなり長い戦闘になるぞ。あ、そう。さあ、あともう普通に殴っていくしかないか。
いや BGM もこれん、これもなんかのアレンジか、なんかアレンジ曲に聞こえるか。いや普通に殴るか。いやバリア張りたいところだけど、あ倒しきんなくていいんだ。となると次はどこ。イフワールド。んなまがいもんにやられるつもりはねえ。あ、じゃグレンデルが関わったとかじゃねえんだ。何度だって乗り越えてやろうじゃねえか。うわまさかアーロン君のあの時の精神世界にまで。えこれどっちかっつったら何これ。これはゲネシスの記憶ってことでいいのかな。最初のが1番目でこれが2番目のゲネシスの記憶ってことかな。となると3回目はサルバットとかになるよね。この調子でいきましょう。うおすげえ。まあまあまあでもずっとねもう打ちまくってっていいんじゃねえかこれ。全力でいきましょう。どうだ。そらよ。アギスバンク見ちゃう。あ声はないの。おお。このタイ君の歩き方ドスドスしてて可愛いよね。となると待ってロックグラビティ遅延与えたい。あなたは、はい、いつものユースビフアルアハブ。アーロンさんアンパスだ。はい、ラフォルテ。想定反射打ちたいけど2人いるわけだから、待ってクルがやって、タケキご剣よ。あでここでバン組んであれだバンドライズの方と、よしよしよし、もう最後だ、もうエスクラブッパで行こうぜ。バンドライズえこれひょっとしてタイ君分け身使ってくるか。あそんな減らんな。交流機頼む。アリス遠流機かな、どうしたろ、多分交流機だよね。はい、これもいいダメージ。あと6万でしょ。まあアーロン君はなやるのこっちだよな。はい、マジンタイ君、うらいくべ。いいねいいね、いいダメージ。先にタイ君やらせるか。あここも全部やらなくていいのか。あ喉痛い、俺叫びすぎてる。今度はこいつら順番関係なかった。魔人となったメルキオルにジェラール・ダンテス。ああお久しぶりです。最悪の相手。でも僕らだって成長してるはずだよ。ええ打ち砕いてあげるわ今度こそ完全にね。わっわっわっ、しかも最後のとこじゃん、これ最後の場所じゃん。まあ、そんなカップルで出てこなくても、待ってもうそこまで減らさなくていいんだったら、じゃあもう合わせ合わせでいくわよ。あれ待ってメンツも変わってる。あ、メンツもこれあれか決まってんだ。必ずバン君はいる感じかな。じゃあ待って、一回寄せよ。こっちだ。ほら任せた。リゼット。うわーこれは熱いな。俺こういう演出、もう俺こういう演出大好き。どんどん行こう。好き。楽しい。あ、間違えた。ミスティックビジョンチャンスだ。これ今コバルトカーテット間違えた。クリティカルもったいないけど、まあやるか。ラプラスコード起動。はい、ドミナトブリガー懐かしいですね。いや声も欲しかったねこれ。これはもう要は再現された AI の存在みたいな感じでいいんだよねきっと。まあ兄弟増やすね。またあの時の悪夢をやらせるつもりか。待ってどうしてどうしてどうしてブーストは足らないんだよね。はい、ビュート。いやーちょっとこれみんなエスクラが、もう大盤振る舞いでいいよね言うてね。
ザム、あ、そうか、でも今使ったところでブーストがないのか。え、S ブースト増やすアイテムとかなかったよね、多分。押せ押せでいくわよ。ここが攻め時かと。マムシドリンクをカトリ君にあげてちょっと勢力つけてもらって。連弾燃える王冠、はい、バーン。俺前作じゃあんまり見なかったな俺ね。はい、ゼロアーツだが、うーん、まあこれだろう。あ、いや、敵の動きに警戒して。え、次のリゼットは本物のリゼットだよね。でも CP ないんだよね、まあ、これだな。じゃバン君だな。かといって防戦一方もな。とりあえずメルキオールからか。ここだ。ブルーツノバ、あー、メテオだ。バリア張っといてよかった。いてー、あ、ナイスナイスフォロー、ナイスシャートか。ブーストさえ溜まれば。で、はい、ラプラスコード、コード送信展開。ドミナントブリンガー、はい、ヘルターオニキスやられるのが多分一番めんどいと思う。そう、あなたはもうずっとアイテムを上げる要因でいいかな。ここが攻め時かと。イエローキャンディ、いや、ありがとう。はい、ここいる杯、ホイール、はいかな、どっちだろう。こんない、負けないよ。ジュディスが凍っちまったか。凍ったな。特定のアーツが有効だよ。いやー、あ、いいもあるじゃん。フィオ、みんなを癒して。オッケー、一発耐えてもろて。加減はいたしません。リゼットは負けるね。オッケー、防戦ばっかだな。アクセスブートアップ、オッケー。で撃てるんだけど、いや、ここは装填反証で一気に一体落とした方がいいよな。うん、そうしよう。オッケー、いきます。クラキ力よし、青へと帰りやがる。装填反証、いや、これは長い動画になるぞ。さすがにね、カットしたくないな。ラスボス戦でしょこれだって。あ、オッケー、ナイスナイスナイス。あ、結構ゆるい条件ゆるい。あ、帰ってきた。わー、戻ってきたか。オープニング、厄介な技で飛ばされていたようだけど、全て乗り越えてきたんだな。だったら今こそ。フルダー、行こう、ナーちゃんたちと一緒に。フルバージョンだ。さあ、これが最後の戦いだ。ああ、遠慮なくぶちかましてやりなさい。ああ、頭を中を駆け巡るグレンデルソルガー。さあ、決着をつけよう、ディーコブラッド。じゃあまた振る舞うか。の中悪夢に染まってく。はいはいはい、もうこ、おお、何回やんだお前。もうこうなったらもう別世界飛ばないだろう。待って、CP、 どんどん行こう。この CP はあれか、向こうのなんか転移させられる前の状態かな。一番最初にここにいた状態の CP 状況。あ、カーテン、アクセスブートアップ、フィーバータイムだ。はい、アーロン君、いや、 S ブースはちょっと今使いたくはない。だから S ブースト使わないで、背中を蹴ってます。39マジ、 OKOK で、ここで、あ、イエス、わ、初めて2番聞く。ここが攻め時かと。特定のアーツは有効です。上げていこうぜ。うわ、だからもう歌詞がもう完全に
もう今回のことに関する歌詞っぽいな。ここでホリブルーム、はい、ブーストかける、はい、殴りすぎ、ワロだ。今歌詞グレンデルって言わなかった？カーテン、コバルト展開、ゼロアーツあるけど別にバン君アーツ打てないんでこの状況。はいはいはい、クイッククイック、あ違う、クイック、もうヘイトはずっとこっちに向かしたいから、はい、で後転反射、決めるぜ、よし、75,000、いいダメージ。さあさあ、アル君蹴ってます、もう使っていいぞブースト、おうらまだだ、はい、そんなものでは。さあ S クラスするか、リューソブ、あーまた呼んだか、いやまた即死のやつか、え待って今、あーまずい、今リキャスト中なんだよな、待ってこれやべえぞ、上げていこうぜ、ガード張るとかそういう問題じゃないからな、いや待って、なんとかだな、あとはお任せします、いいだろ、これでデュアライザーでバンを加速させて、なんとかならんか、はい、アタックアップもついた、でこれでなんとかこいつらやれんか、3番でしょ、3番だったら多分リミテッドブラスター、ハウリングロア、サベージハンズ、カイ、これで多分やれるでしょ周りのやつ、ほら、オッケー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 、ナイスナイス、いやハイコイキツ楽しい、はい、でバリアは張った方がいいのかな、金系とかついてないもんね、手を緩めずに行け、はい、行きます、ジブリールガード、これ誰？バフ来たか。なめんじゃねえ。ダーロン君はいつものように、はい、決闘はしまして。燃えろ、暴走遠客。喉が枯れる。はい。これだったら、あーごめん。アニエス巻き込まれちゃってる。後期だ。はい。で今これはバフ。待って、います、近畿で95でしょ、殴られるのがバン君だけだったら別にバフはデバフ、うん、バフ解除しなくてもいいんだよね、何が起きるか分かんないからな、今のうちに CP 回復しとこ、はい、ちょっとこっち向き、まだ打てないね、はい、クイッククイック、いやこれ入れてで、ヘッドアップ、はい、巻きんねえから、あとちょっと、あもう声聞くだけで泣いちゃうんだけど、はい、いやいや、ブーストも十分きた、はい、夢食らう獣、あーグリされちゃった、あ、え、あ、え、これ前のやつでもあれ見えてた、あの後ろの第二形態みたいなやつ、それとも 今だけ出てきた、どっちだ、あとでそれ調べよう、もしくはちょっと誰か知ってる方いたらコメントに書いておいてもらえると、待って、これはカトル、あとはお願いします、僕に任せて、でラプラス、手を緩めずに行け、コード送信展開、キンケイドさん、あと8万でしょ、練り物見せろ、あと8万か、通常で打って、
よしよしよし、眠ため眠ため、いやでもこれもういけるよな。クイッククイック、どんどん行こう。皇帝反射これで終わるよな。上げていこうぜ。あやるかディゴ、やるか、はいはい、シャー、さらばだ。ゴーテン反勝あ、 1？ え、これはどういうこと？油断は禁物だよ。え、これは何？え、ギリギリ1残ったわけじゃないよね。油断するな。え、ちょっと待って、もらった出番だ、カトル。あ、違う、なんだ。え、ちょっと待って、怖い、なんかでかい技くんの。ちょっと殴ってシビタムのか。みんなバリあるよね。目にもの見せろ。防御も開けとこ。いくぜ。え、待って、これ多分グレンデルのターン、どれかのターン来ないと多分これダメってやつよね、きっとこれ。もらった。あ、なに、最後のエスブレイクってこと？え、まさか。ボイス、セリフがある。バンだけにやってる。うお、させるかよ。よくないよくないよくない待って、やだよ、ディンゴ死んだまま。パンさん、え、やだよ、そのまま消えないよね。無念無双からの返し、お見事。終わったの、終わったの。元に戻ったな色男、お帰りって言っていいのかな。お前たちのおかげだ。バンさん、ディンゴさんもよかったどうなるかと思ったけど、あ、戻った、全部こいつはまさか、ゲネシスの力、あ、やっと戻ったんじゃない。光ってる光ってる。ああ、まあ、ゲネシスもなんかこんにちはとか言ってそう。はい、そうみたいです。でもあ、消えそうになってる。嘘嘘あ、大丈夫。いや、ファルコムだったら何とかしてくれるよ。ダメ。そんな顔をするな。あるべきところに帰るだけだろ。あ、お前のあるべきところはここだよ。彼女の依頼もようやく達成ってところか。あ、そうか。え、これで半分だ。こんなことまで起きたからにはな。ね、マリエルに会わせてあげたいよ。手を貸してほしいところだったが。まあ。お前たちなら大丈夫だろう。この結果をつかみ取ったくらいだ。出会ったばかりの時は
昔の俺みたいな半人前だったが、いつの間にか大奥に頼られて、そして頼ることも覚えたようだ。俺からの 4SPG も果たしてくれてありがとう、バン。苦労思い出しちゃう。当然だろ。ただでさえ借りがかさんでたんだ。返せるところで返しとかなきゃな。ティッシュ足りない、ティッシュ足りない、タオルタオル。せっかくの機会だ、もう少しばかり返させろよ。なになになに、例えばあの子、あ、マリエルへの伝言なんだ。それが一番。確かにそれは少しばかり心残りだったが、つまずき空回りしながらも自分の足でちゃんと歩み始めている。これ以上はただの未練。あ、防戦、防戦入った。リンコさん、さすがファルコムなあ。マリエルさん、どうやって来たのお前。どうしてここに。デラーちゃん、いつの間に。ナイス、まさかお前が彼女。ナイスラーちゃん。私が頼まれただけ。そっちのメガネの人のマークが外れたタイミングでってね。まさか。そういうことだ、ルネ・キンケイド補佐官。ええー、お初にお目にかかる。と言っても映像は遅れないが。兄上、ナーディア君も久しぶりだが元気そうで何よりだ。呆れたな、まさかこういう形で動いてたとは。全部知ってんのかよ。そっちも無事みたいだね。まあ一里樹も心配してなかったけど。一里樹かっこ1ミリ枠さん。おいおい、あんたまさか。はい、公式にはなくなったことになっている。はい、クロスベル再事変の。はい。ああ、まさかこんな形でマークを外してくるとはな。アニュー、まあ、ライト君だったか。3人がいろいろと世話になったようだ。もうやだ。いずれ礼はするとして、ラピスを通じてそちらの状況は一通り把握していてね。アニメ髪型変わってないんだね。これ夢ですよね。夢じゃないっす。あ、なんかサングラスの人に声をかけられて、通信越しにディンゴさんの声が聞こえて、目は食らい尽くしました。タワー前まで来たら、こんな。以前、ブラッド君から受けた借りを、こういう形で返させてもらうことにした。間に合ったようで、何よりだ。マジか。やはりとんでもない御仁だな。ディンゴさん、行って行って、行ってあげて。俺が見たかった、ずっと。もう独り立ちし始めてるのに。ずっと見たかった。その調子じゃ心配になってくるな。そうですよ、私リンゴさんがいなかったら。いややっていけるさ。ダメなの。クーデターでの仕事も見せてもらった。リンゴダメなの。それに聞いていたなら理解してるんだろ、俺がもういないことを。これが刹那の再会に過ぎないことを。ありがとう、元依頼者にラピス城。これで心残りもなくなった。何この神毛。何、借りを返したまでさ。それにあなたは途中から私のことも気にかけてくれたでしょ。あの嫌なやつの枷を弱めて元に戻れるきっかけをくれたし。やはりそうだったか。全部。なるほど。全部ディンゴが。さすがイケ
そしてバン、お前たちにはいくら礼を言っても足りないくらいだ。あとベルモッティにも合わせたいよ。最後に一つだけ、アニエス嬢、例の手記について伝えておこう。何？それって…と言っても、第八に取り込まれた身でつかめた断片的な情報に過ぎないが、今回の事件はあくまでイレギュラー。最後の一節が示すことじゃない。世界が終わりの話？だよな、ああ。これがクロスリーニとかそういうことか？じゃあ。そう。お前たちなら大丈夫だ。まだ依頼は終わってねえなってことか。ああ、やめてやめて、ダメ。ダメ。そうそう。ベルモッティたちにも。よろしく伝えておいてくれ。もうティングちゃんだとか言いそう。任せとけ。ティンゴさん、私頑張りますから。だからどうか安心して。ダメなんだティンゴ。ああ、こんな消え方しちゃったら。あばよ、リンゴ。こんな消え方しちゃったらもうダメかい。生き残る伏線ないか、生き返るような。それから私たちはかけがえのない今へと戻ってきました。ああ、終わったか、終わったか。面白かった、面白かった。束の間の開口を惜しみながらも、あれ帽子持って帰ってきた。ダリエルさんに背中を押されるようにしてトリオンモールを後にし、学校、学校、そうだ。学校のやつ、どうどう。学芸祭の特別ステージの最後に、なんとか間に合うことができたのです。俺の机ティッシュの山で草。で、ちょっと待って、リンゴのことがあるけど、一回これ見ようか。はい。おお、フィーちゃん、あ、リーちゃんも。最後だけ戻ってきた。クロツーの初でしょ。ああ、これはサプライズだねー。何？わあ、そのまま踊るんだ。うわ、フィーちゃんの胸が揺れてるだと。こう昔じゃ考えられない。はい。ああ、ハッピーエンドって感じか。リンが真ん中なんだ。はい。おお。びっくりした。今一瞬黄金蝶が出てきたかと思った。はい。幾千万を夜を越えての、あれみたいに。怪盗 B みたいに。あ、なるほど。みんな全体でやる踊りだったんだ、最後って。なんかライブがあるのかと思った。カートル君とかの。はい。あー、うわー、うわー、終わっちゃった。全部が。本日のアラミス学芸祭は終了しました。ご来場誠にありがとうございました。あと2日残ってんちゃうんか。並びに関係者の方々は明日の準備をしつつ中庭に集まってください。はい。いやー、確かに今年は一味違ったな。うんうん。来年はまた変わるらしいけど、どんな感じ
知なのかしら。明日もまた来たい。はい。あ、お父様。え、あと分かってないのってなんだ？呪術のこととゼク宇宙軍基地とさっきのそのね、世界が終わるのあの話。おぉ、キャンプファイヤー。いや、マジで千の奇跡ワンの流れじゃん。うわ、キサラガチっすよ、やってる。しかもちょっと今、ガチすくばってたら。あはは、ロンくんこ。あー、すなちゃんはそうだね、嬉しいだろうね。あ、こっちはこういうあれなんだ。ゆうきくんとそらちゃんみたい。監視付きです。あ、父ちゃんメガネ外してる。あ、ベルモッティもちゃんといるしね。やれやれ。はい。まさかリーシャマオにブラウゼルまで飛び込みだなんてな。豪華すぎるゲストも含めて、どんだけ欲張りなんだってのお前ら。いいんじゃねえか。まあ、いいじゃねえか。最初はレン先輩の提案でしたけど。ナイスレン。私やオデットにアルベール君、他のみんなも乗っちゃいましたね。カルバードの過去と現在、高まりつつある分断の兆し、それに、はい、周りの国々との関係も考えると、あれかな、続編のことかな、これって。内職が終わって危ぶまれた経済も、財阀企画の国際化でさらなる躍進か。ルネの様子じゃまた動きがありそうだし、しばらくは独走が続きそうだ。ああ。そんな中で、共に新たな季節を。深いね。なかなか意味深なテーマだったじゃねえか。父をはじめとする人たちに、どこまで響いたかはわかりませんが、その意味では、せめてもの意地だったかもしれません。何があっても泣いちゃう、今俺。他のみんなや、協力していただいたバンさんたちには申し訳ないですけど。はあ、まあよしよし。ま、胸を張りな。これだけのことをやりきったんだ。悔しいが俺たちの時以上だった。チート込みだが、それも実力ってな。チートでレンちゃんを映すな。そもそもバンさんたちにもいろいろ協力してもらっちゃいましたし、はあ、みんなの勝利でいいかと。本当にありがとうございました。中退 OB としてそんくらいはな。まだ初日とはいえ、あ、後ろにもカップル。少し肩の荷が下りた気分ですけど、学芸祭の後には生徒会長選挙に進路相談なんかもあるんですよね。 あれサーシャ、あいつと踊ってない？楽しいけどやっぱり大変です。アラミスは、ま、生徒会長はアルベールが出馬するって話だが大丈夫か。やっぱりバイトの回数もこのまま絞った方がいいんじゃねえか。まあ、なんか前作と終わりが似てる。だからそこは譲れませんから。制裁。スウィン君たちもいなくなりますし、まだ終わってないみたいですから。はい、うん、3作品になるのか。戦争よりはね、人の罪を観測する装置なくならないって話だけど、どうしてひいおじいちゃんがそんなものを作ったのかは分かりませんけど、多分、いえ、間違いなくゲネシスにはもっと重大な秘密が隠されている。はい、そう思えてならないんです。だろうな。そしてメアとグレンデルが絡んでる以上、俺も無関係じゃいられねえ。もちろんあいつは、いやー、まだまだでけえことが待ってるんだろうな。アーロンずっと困ってんじゃん。なんで俺がゴリラとみたいな感じ。まだまだ続くぜ、奇跡シリーズはよ。あと10年ぐらいのスパンか。はい、ディンゴさんの指摘通り、はい、確かに人は弱い存在かもしれません。それでもその時々でどうしても前に踏み出さなくてはならない時がある。たとえ間違いに終わったとしても、それもまた人間だと思うんです。うん、ああ、
わあ感慨深いな。あの時のバンさんみたいに、今回フェリちゃんやカトル君、アーロンさんやナーディアちゃんたち、それ以外の人たちもそれぞれの過去や葛藤を乗り越えて今をつかみました。うん、ああ確かにな。だから私も改めて見習いたいと思うんです。いや深いテーマだ。ゲネシスのこと、お父さんのことはもちろんですけど、おっと賞賛がなかったとしても、いつかこの思いを大切な人に言えるか、そんな一歩を踏み出せる勇気を。バンさん、もうでも結構外堀埋められてるからな。何まったりしてやがる、てめえらも参加しろっての。まだ始まったばかりですし、せっかくですからぜひ。さすがにちょっと汗をかいちゃったな。その汗売ってくれ。ねえねえニナ、リーシャ、せっかくだし私たちも行かない？あ、もうリーシャとかもうね、もう完全にもう本場じゃん。いいですね、まだ踊り足りない気分でしたし。リーシャ、おかしいよやっぱり大きさ。次は学園を舞台にした血湧き肉踊るエンタメ大作を。おお、まあ、それは楽しそうですね。いいんじゃねえか。おいおい、この二人合わせちゃ危険じゃねえのか。いや今はいいだろ。うーん、僕としてはパニックホラーを期待しますけど。はい、ああ、それはいいね。売ればなんかも結構ありそうだし。おいいのか、マクシムさん。おだいやいや違うんだ。ああ馬脚を笑わしやがった。ああ、ジャックベイトっすね。アニエスちゃん、一緒に踊ろう。あ、みんなで踊ろう。バーはその次にね。はい、おっと、だったら私はその後にお相手願おうかな。お剣使うなよ。あら、ずるい。おい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 、その次に予約ね。モテモテじゃねえか。いや、あ、モテてる。モテモテよな。モテてるというよりいじられてるだけな気もするが。でもまあ、強敵揃いみたいだし、エレインも頑張らないとかな。やっぱ一夫多妻制ダメっすか。ちょっとフィーって、久しぶりなのに何把握してるのよ。だから前作でもこれなかった、このやりとり。せいぜい腰を痛めないよう気をつけた相手を務めるんだな。年寄り扱いさせ。記念写真もバッチリ撮りますので。行きますか。あ、この写真がエンディングとかに使われない。たぐ、お前ら盛り上がりすぎだっての。うわー、終わりそうな感じ。あ、お、終わったー、終わりました。クロノ奇跡2、長かった。面白かった。はい、クリムドンシーンクリアしました。歌ある歌ある。ま、ちょっと、うん、今はちょっとね、 いつものようにちょっとコメントは差し控えよう。まずはキラーって。あ、面白い面白い。あ、いい曲だな。終わったよみんな。日常だね。おい。見られちゃったよ。はい、お、なんだなんだなんだ。おお、おお、先生ベルガルド。あ、夢かわいい。はい。スイーツがねえ。あ、シズラが食ってたよーつって。無事ゲーってんじゃねえか。いやー、ごめんごめんつって何、あの、弁償してきた感じ、これ。はい。お、流れ星。あ、そうだ、シェダル大三角ってあれどうなってんの？なんかあれが結合するときとかなんとかみたいな。なんかそんなこと言ってたんだけど。はい。夜になったかな？パソコンついてるのなんか意味深。
なんかメアとか出てこない。ああ、終わった。おお、なんだなんだ。おお、すげえ。これもシャードで再現してるとかそういう感じなのかな。バンからバンからアニエスへ、なんかこれ絆とかをなんか表してるのかな。いやー、ディンゴはダメだったかいやー、面白かったもう俺自分の喉のことなんかまあ一切気にしないで楽しんじゃったな。あとで曲はね、またじっくり聴くことにしよう。歌詞とかも気になるしね。さあ皆様、ね、どうでしたでしょうか私の実況は。あ、ちゃんと奇跡って入ってる歌詞、やっぱりね、まあ、こうでましたね。さあ、あと結構残ってる謎がまだ10個ぐらいはあるよね。まあ、それもちょっと後で語ろうか。あ、もう一個追加された。あ、なるほど、単純に左の色はなんかバンのってことか、単純に。ん？あ、メアとラーちゃんか、これ。うわ、すべては必然だった。いやー、まさかね、もう最後に兄上まで。面白かった面白かった。まあ大体みんなね、ここでなんかいろいろ感想を言うと思うんだけど、はい、現在今というきらめき、あ、まあ、笹坂めぐみさんだね。挿入歌。いやーね、いやー、あの時は認知してくれてありがとうございましたはい、あとリオンとセリスの過去とかもね、ちょっと気になるし、あと先生は何をやってたんだろう。さあ、あとは感想会とかどうすかな。はい、でバルターとジーン、あとイラスト、あ、まあ、でもエナミさんしか名前出ないんだな。サオってことはアシェンが映るわけではないんだね。はい、ルクレツヤ来たー、破壊さん。いやー、あなたにもね、おー、入れ替わったぞ。え、これはどういう意図があるんだろう。この背景のさ、おー、この背景の場所ってあれかな、モンマルトの壁とかかな、事務所の。いや、なんだかんださ、ピクニック隊全部出てきたじゃんね。あー、まだ気になるものがいっぱいあるね。はい、あ、やっぱりある。おお、おお、くそ、フィート文字入っちゃった。あ、後で見よう。あ、やっぱり、書いてる人はあれだな。フェリガナ書いてた人だな。千の S さんじゃなくて。あー、終わったー。そして巡りめぐるか。うーん、終わっちゃったー。今全クリしたの？俺、黒の奇跡2を。嘘。はい。ちょっと一旦ね、セーブしましょうか。ああ、言いたいこといっぱいある。エンディング中に言いたかったけど、やっぱりエンディングはね、まあ、じっくりみじっくり、それをまた楽しむから、俺はね。一旦セーブします。ちょっとあと飲むのも。これタイトル画面戻るのが楽しみだな、これ。もうちょっと一旦セーブします。はい、あ、私セーブ出た。よし、ちょっと待って。楽しかった。
俺も今回動画の半分以上はなんか裏声じゃないか。はい。じゃあとりあえずね、タイトル戻りましょうか。はい。おーあーはい。はい、スクショ。ちゃんとこれ先生も映ってるの最高かよ。で、これね、一応1もさ、終わった後ね、この感じだったけど、今回はね、3D だよね。はい、というわけで、黒の奇跡2、クリムゾンシーン、無事、ね、全クリすることができました。はい。皆様いかがだったでしょうか。私のね、実況楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっと終始うるさかったかもしれない。ごめんな。自分がね、楽しんでるところをね、ちゃんと、いや、みんなと共有できたりね、共感していただけたら、ね、嬉しく思います。まあ、それを目的でね、始めた私のファルコム実況、奇跡実況でもあるからね。で、あとこれで残ってるのは、まだいろいろいっぱいあるよね。その、呪術の剣とか、まあ、ゼク宇宙軍基地、そのね、ギネス集めなきゃ世界が終わるっていうのはまだ終わってないみたいだから、まあ、クロス3があることも多分確定してるし、で、あと、メアちゃんたちのこと、で、エプスタインがね、そっちの方も気になるし、で、名手のこともあるし、ね、もうその他もろもろね、まだいろいろあるね。結局、シーナの、ね、なんだろう、あれに関することは出なかったな。まあ、多分ニナフェンリーでいいんだろうけど、まあ、でも確証されてないからな、確定は。それとね、ディンゴブラッドね、戻っては来れなかったけどさ、まあ、マリエルとちゃんと合わせてくれたね。そこはもう本当にちゃんと、さすがファルコムっていう感じだったね。ああ、面白かった。あ、だめだ、ちょっと、もう一回、あ、だめ、もう一回、ちょっと、水分取るわ。ああ、もう、最高。もう言いたいことが多すぎる。ちょっと待って、もう一回水飲むわ。ああ、終わっちゃった。ああ、黒の奇跡、終わっちゃった。ダメだ。ああ、ダメだ。言いたいことがいっぱいあるよ。とりあえず、やっぱり自分のね、予想通りにしてくれて、ホットファルコムさんには頭が上がらん。ホット、ああ、大好き。奇跡大好き。ファルコム大好き。はい。ね、つまったね。いろいろまだ、残ってはいるんだけど、まあ、とりあえずね、全クリしましたということで。で、この後ね、まあ、始まりの時も、黒の奇跡1の時もそうだったけどね、あの、あれです。終わった後のね、まあ、自分のね、感想とかをちょっとまとめたね、やつもくっつけて動画でね、最終回あげますので、皆様ね、はい、そちらの方もね、この後見ていただければと思います。はい。とりあえずすごく楽しかった。めちゃめちゃ面白かった。ああ、よかった。これは早くね、黒の奇跡3がね、楽しみなとこではあるね。まだこのままでは絶対終わらないからね。はい。というわけで、はい、皆様楽しんでいただきましたでしょうか。はあ、もう何言ったらいいのか、もう、胸がいっぱいだ。ダンスもすごかったね。はあ、うん、まあ俺的にはもうね、すごい良かった。はあ、まあ、あとはね、はい、ディンゴのね、あれもあるけど、多分ディンゴって名前口にするだけ。ダメだ。もう閉まらないから。それでも一旦ここで終わりにしましょう。はい。皆様お疲れ様でした。ね。楽しんでいただけたら幸いです。はい。この後もね、敵シリーズしかり、ね。いろいろ、ファルコムゲームでもね、こうやって上げていくので、ね、実に面白かったら、楽しんでいただけましたらね、引き続き、見ていただけると嬉しく思います。お疲れ様でした。はい。黒の奇跡2、クリムゾンシン、デクリいたしました。はい。お疲れ様でした。もう、うるさくてごめんね。本当に。絶対うるさかったでしょ、みんな。もう終始。はい。では、皆さん、またお会いしましょう。桐生幸太郎でした。はい。もうどう締めていいかわからん。本当にこれ。ああ、最高。ありがとう。
アークライト解決事務所はい、皆様どうもこんにちは、キリュウです。ということでね、無事クリアできましたいやクリア後にね、で少し休憩して、でちょっと涙を引っ込めてから、はい、撮っております。で前作のねクロワンと比べるとだいぶ早かったんじゃないかな。でクリア、うん、で今回はね配信で一気に進めた部分っていうのもあるけど、全部動画だったら多分パート100は余裕で超えてたんじゃないかな多分、うん。さあね、クリア後の感想を言っていきましょうかね。いやとりあえず神ゲーでしたねやはりね、やはり奇跡はいいもんですよ、ね、ファルコムゲーはいいもんですよ。で今回もねいっぱい感動したし泣かせていただきましたね、はい、いつも通りのね期待通りの作品でした。なんか結構今作はねいろいろ賛否があったらしいんですけど、まあ俺はめっちゃ面白かったですね、うん、で今回はねタイムリープものだったんだけど、自分自身タイムリープっていうジャンルにはあんまり馴染みがなくてね、で今回でかなり深くこのジャンルに触れられたのかなと思いました。はい、で俺はね最終的にねこのストーリーの行き着く先はバンたちが死ぬ未来を回避しようとした結果、クルガやマルドゥックであとヘイユエがなぜか敵になっている世界線に飛ばされて、で何回も何回もタイムリープすることによって、なんかなんていうの、このゼムリア全体でもしくはカルバードだけ何か時空に齟齬が生じてやばいことになるんじゃないかっていうさ、まあ、そういう感じに最後なるんじゃないかなって予想したんだけど、まあまさか改変でこうなっていたとはねいやー、そしてディンゴは本当にダメなの、あれ生き返んないあ、ダメだ、ディンゴの話するとねちょっとまた泣けてくるわ。でね、今まで見てきたファルコムゲームの流れとしては、でこういう死亡キャラとかで悪役が生きて戻れる時っていうのはね、まあ、人をやっちゃってるかやってないかなのよね大体は。まあ、ヨシュアとかスーちゃんたちとかも、まあ、一応それに当てはまっちゃったけど、うん、当てはまっちゃうんだけども、まあ、死亡キャラじゃないからねあの子たちは。で一時離脱のキャラではあったけど、 でもね今回のディンゴはもう何人もね現在進行形で大勢虐殺しちゃってるし、まあ、そういう目で見ると、まあ、戻ってこれないキャラだったのかなっていうねいや最後マリエルと会えてよかった、まあ、ジョルジュはねあれは未遂だから戻ってこれたよね、ジョルジュ・ノームは、うん、でね、でクロ2を終えてもねまだゲネシスの話は終わってないし、っていうかこのタイムリープ自体ゲネシスの副産物的ってことなんでしょこれ。でもう出来事が副産物ってレベルじゃねえぞっていうねでここで気になってくるのがでゲネシスの定義なんだけど、で過去にも改変するキャラっていうのはいたよね、一応ほらゼロのキーヤとかね。でキーヤの場合はあくまで一つの世界線の因果を組み替えるっていう改変の仕方だったんだけど、でゲネシスはオーブメントっていう形を取りつつもキーヤと違って、まあ、多次元への干渉を引き起こしてるんだよねこれね。でそしてその状況にもかかわらず敵味方は関係なくねみんなの元に集まっているゲネシス、これはゼムリアではゲネシスだけは次元をまたいで存在しているっていう認識でいいのかね。他の世界線で手に入れたゲネシスを他の次元の過去に持ってきてるっていうことだと思うしねこれ、うん、最終的にゲネシスはそういう印象を、はい、私は受けました。いやピクニック隊揃ってよかったねまあ、兄上はねぶっちゃけ出てきてほしいなとは思ってたけど、まあ、諦めてたよ実際、まあ、声聞けてよかったわほんと。まあ、サオでもね聞けるけどまた違うんだよね兄上はね、うん、でこのままクロー君もねボイスありで出てほしかったな。
なんか追加シナリオみたいなのもねあるみたいなんで、まあね、後日そちらもねやっていきたいと思います。おお、まだ楽しめるのかこれだからやめらんねえぜ、奇跡はよはい、まあ、こんな感じでね簡単な挨拶になってしまいましたが、ね、ここまで見てくださって本当にねありがとうございました。で何分ねちょっと自分の体が弱いのもありましたね。で更新が遅めの実況でしたが、でもそれでもね追って見てくれてる方が多くて大変励みになりましたしちょっと投げてきちゃったでおかげさまでね自分も目いっぱい楽しんで遊ぶことができました。でこの場を借りてお礼を言わせていただきます。はい、で視聴者の皆様、そしてこの作品を作ってくれたファルコムさんね、本当に皆様ありがとうございました。はい、とっても面白かったです最高だはい、それでは皆さんまたお会いしましょう。義龍光太郎でした。アバよリンゴ。